旧台南速攻所は台湾台南市中西区にある気象観測に用いられた建築物。正十八角形の建物の中心から白色の塔が伸びており、その形から古庄館とも呼ばれている。1898年に落成し、日本統治時代初期に作られた大型建築物の一つとして知られ、台湾における現代気象観測の普及の地でもある。 1998年に台南市によって一佐田戸籍に指定され、その後2003年には国定戸籍に昇格した特刑系周辺図。現在の速交所付近は和市峰と呼ばれる市内随一の交所だった。1895年から始まった日本による台湾統治にあたり、台湾総督府は新領度のインフラ整備を展開した。その中で、 台湾の経済と生活を掌握するためには、気象観測が極めて重要なポイントになると考えた。翌1896年、台湾総督府の通信課長であった、ドイツ与は、中央気象台の協力のもと、台湾に気象観測の設備を構築することを計画した。同年3月、台湾総督府民政局に、速攻書に関する部署が誕生した。 同年7月12日、台北速攻所、台中速攻所、台南速攻所、久しゅん側交所及び離島の方向速攻所の5つの、速攻所の所在地と名称が決定された。台湾速攻所の予定地は、台南市中心部で、最も標高が高い和市峰と呼ばれる地域と決まった。台湾総督府はこれらの速攻所建設計画よりも、前に、すでに1895年の木の都市通じ、 戦争終結後の時点で、台南速攻所予定地の付近に仮速攻所を設置していた。台南速攻所の予定地に、ほぼ同地点が選ばれたことは、気象観測の機能性を考慮したものと言える。台南速攻所と他の4つの速攻所は1897年から、それぞれ建設が始まり、台南速攻所は1898年4月に、竣工した。太平洋戦争後、 国民政府が台湾を接収すると、台南速攻所は台南気象局に改められ、1947年には地上での観測が再開された。その後、複数回の名称変更を経て、1977年7月から中央気象局台南気象担となった。それまで速攻所内にあった事務所は新たに隣に建設された新庁舎に移り、 中央気象局台湾南区気象センターと改められた。1989年、速攻所の建物や設備が老朽化していることを理由に、新たに建設する建物に気象観測部門を移転することが決まった。1998年、気象観測業務を完全に終了し、同時に台南市政府から一定戸,戸籍に指定された。 19世紀末の希少な大型建築物であり、同時期に建設された、速攻所は、日本国内のものも含めてほとんどを取り壊されている、ことなどから、建物の大規模改修を経て2003年に、内政部から、国定戸籍に指定された。一般にも開放され、見学が可能となっている。速攻所庁舎は、ほぼ円形の建物と観測用の塔の部分によって、構成されている。 下部の層は直径約15メートル、面積は約180平方メートルとなっている。中央部からは直径約3メートル、高さ約6.5メートルの白色の塔が突き出ており、塔の最上部まで含めた高さは約11.6メートルとなっている。下部の層の屋根には塔から18本の炭胸が伸びている。下部の層では 東西方向と中央の塔の外側に廊下が設けられ、塔を取り囲むように6つの執務室が設置されている。建物は、レンガ作りを基本とし、建造時には屋根に黒瓦が用いられていた。19世紀末の台南市で最高の建築物であるばかりか、当時の台湾でも珍しい構想建築であった。その後、何度かの改修を経る中で、 その構造に大規模な変更はなされていないものの、建造時に漆喰塗りだった外壁は赤レンガに変わっている。ありがとうございます。